こんばんは。こんばんは。はい、サチ君、今日実験をするということで。はい。何の実験をするんですか？カップヌードルはいつもは3分なんだけど、3分だね。今回は10分。10分。伸びるのは分かってんだよね。でも伸びた状態を知らない。はい。それ、あえて10分やってみたはい。い。1時間してみない？いいね。いや、やめとけやめとけ。父ちゃんはかつてね、昼ご飯食べようと思って、用事が入って忘れてて、はい。夜を発見したことがあります。まあ、10分だったらまだいけるかな。じゃあやってみてください。はい。このカレーっていう選択は吉と出るか凶と出るかね。よくしょ。伸びたカレーどんな感じなんだろうね。カレーです、カレーです。はい。で、しました。シール。この有名なシールを。シールと飛びました。食べてと。で、ここから10分。はい。待ちましょう。はい。まあ、とりあえず10分。はい。待ちますけど。じゃ、ついでだからね、はこのい。ね、日清カップヌードルカレー味のね、父ちゃんの思い出話を一つ。はい。父ちゃんは昔、はい。まあ、よく車で旅してたわけだ。うん。しょっちゅういろんなとこ行ってたんだけども、当時の父ちゃんってのは夜型の人間だったのさ。それこそ日曜日は朝8時半とか9時頃まで寝た人間で、夜はもういつも深夜の1時とかまで起きてたのよ。わかる？ワールドビジネスサテライトの撮れたままを見てから寝る準備をし始めるってわかる人も多いかな。なんだけど、ね？だから旅行く時も基本は徹夜走行がメインだったんだよ。夜から朝まで走るの。で、なんでか知んないけども、その深夜走る時ってお腹空くじゃん。なぜかコンビニで、必ずこれ食べたの。ビッだ、グ？そう、だから、小田原とか、ね、仙台とか、ありとあらゆる場所で、大阪とかね、これ食べてるの。なんだろうね。だから、その匂い嗅ぐといつもね、その、日清カップヌードルのカレー味の香りを嗅ぐと、すごい眠くなる。嘘。そう。何が？疲労と眠気を思い出すの。その思い出のもんなのでございます。3、2、1。はい、OK です。はい、10分経ちました。はい。いはい、どうぞ。ただきます。中。10分だからそんなひどいことになってねえと思うけど。いくよ。てれん。おお？お。美味しそう。あ、割と普通？割と普通ですな。どうする？こっちの方が美味しかったら。こっちにするわ。混ぜて、どんな感じ？あ、思ったより汁がない。汁がない。いい？すごい、すぐにポチって消えて、こっちの方が僕的に美味しい。あ、好み？やったじゃん。食べやすい。確かに。すっごく柔らかいと思うけど。あ、でも好みだったらいいんじゃない？嫌いだったら悲しいけど、美味しいんだったらバッチリじゃん。美味しい。味がついてる。これじゃないとダメかもしれない。完全に味吸ってる。もう吸ってる状態。今度あれだよ。1時間チャレンジ。いいねどうなるかね。ー。その次が1日。確かにでもね、スープちゃんとある？ある。ほら。あ、まだあるね。かろうじて。いいうまーい。ね。なかなか予想外の反応で、親としてはなんかね、ほっとした。おいしい。楽しんでください。じゃあ、ちょっと長めもありということで。僕にとっては。はい。ありがとうございました。グー。